長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都、ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、ゴーイングメリー号の損傷は大きく、もはや修理は不可能だと告げられてしまう。航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、ゴーイングメリー号と別れることを宣言。これに納得できないウソップは、ルフィとの決闘を経て麦わらの一味を去ってしまうのだった。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が上がったのはニコ・ロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンは麦わらの一味に別れを告げ姿を消していた。突然の裏切りを信じられないルフィたちは、ロビンが再びアイスバーグの前に現れると考え、ガレーラカンパニーに乱入。そこでルフィたちを待ち受けていたのは、古代兵器の情報を探る政府の秘密機関 CP9 の諜報部員たちだった。 CP9 が操る超人的大義6式の前に、一度は敗退したルフィたちだったが、ロビンの裏切りが麦わらの一味を助けるためだったことを知り、再びロビン奪回を誓って立ち上がる。一方 CP9 はアイスバーグから古代兵器の設計図を託された男フランキーを捕らえ、ロビンと共に四方の島エニエスロビーへと連れ去った。一刻も早く追いつかなければロビンを奪還する機会を逸してしまう。ウォーターセブンを飛び出した麦わらの一味は途中、仮面の戦士狙撃キングに扮したウソップと合流し、海軍ひしめくエニエスロビーへと乗り込んでいった。なんだありゃ、タヌキか。俺はタヌキじゃねえ、トナカイだ。CP9 を敵に回すことがどういうことか教えてやろう。加勢する。いつまで暴れる気だ。お前では俺の速度についてこられない。見ることすらできないだろう。やっぱり聞こえてないんじゃないか。肩をつけてやる。肩をつけてやる。生意気なことをする。ランブル、ロゼオ道、ロゼオ。こんなバカなことはない。ヘビーロング。ロビンは俺たちの仲間。仲間を苦しめる奴はこうしてやるんだ。すごいじゃない、チョッパー。大丈夫よ、まだいけるわ。間に合ってよかそろそろ覚悟を決めてくれる？
チョッパ。海賊船のセイヤさんは戦士でもあるのね。もらっちゃってもいいかな。リーグ
秘策を見て驚け。ランブル、ロゼオミチ、ダイヤモンド、よーし倒したぞ。そうだチョッパー、おめえも男だってとこ見せてやれ。時間の無駄だ。これで型をつけてやろう。ここは俺たちのものだぞ。やっぴん、やっぴん、ランブル、ロゼオミチ、ダイヤモンド、わからん。戦士ではあるのね。こりゃいけん、やられた分はやり返しとかねえとな。舐めていた。ロビンは俺たちの仲間、仲間を苦しめる奴はこうしてやるんだ。ビーコング、すごいじゃないチョッパー。大丈夫よ、まだまだいけるわ。そう生きり立つな。俺は本当は人殺しなどしたくはねえんだ。俺は王が油断させて食い殺す。お前知ってるのか、俺の鉄の蹄は岩だって砕けるんだ。なんだやる気か。強そうには見えねえが、ここをもらっちゃってもいいかな。うまくかわしたものだ。バカ野郎、何を手こずっている。強度は100人力に値する。ランキャン、この野郎、お前なんかに負けないぞ。口を開くな、耳障りだ。ランブル、ここどけよ。お金ならぶっ飛ばすぞ。なるほど、弱いな。勝ったって嬉しくねえぞ。この野郎、寝てろよ。絶対安静な